はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の水根寿也です。本日はですね、新規ドライバーさん、お弁当の配達ということで現場に来ております。横に乗ってですね、ちょっと不安なところを、解消をするような形で今日は横に乗ってきております。ということでこれから納品ですね。お弁当なんでね、特に揺らしたりとかすることないように気をつけなきゃいけません。ということで、本日もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。